はい、皆さんこんにちは。 SYK 代表の北野です。今回はですね、お金持ち経営者、金持ち社長になるための3つの思考法というテーマでお届けをしていきたいなというふうに思います。今回の動画をですね、最後まで見ていたことによって、今会社を経営しているとか、これから法人化をしていきたいとか、今事業をされている事業主の方全員にこれ当てはまる話なんですけども、結局売上をいくら上げたとしても、やっぱりキャッシュを持ってない人っていうのはやっぱりビジネス的にやっぱり弱いわけですね。まあ、ビジネスを半永久的に存続させていくためにはやっぱりキャッシュ、現金というのがやっぱ必要になってくる。これビジネスの基本だと思うんですけども、そういった時に世の中にはですね、もうほとんど8割がですね、もうギリギリのカツカツの状態でなんとか会社事業を存続させている、いわゆる貧乏経営者というのがめちゃめちゃ多いわけですよ。なので今回はですね、その金持ち社長になるための3つの考え方、思考プロセスというのを、ね、今回お届けしていきますので、ぜひ最後までね、楽しみ見ていただければなというふうに思います。ではまず最初のトピックなんですけども、まず1個目、社長の仕事は何か、これを理解している、これがまず1個目で、2つ目はですね、売上ではなく利益を常に意識しようと。で、3つ目仮説と検証力を磨け、この3つの能力っていうのが金持ち経営者、金持ち社長になるためにはすごい重要ということでして、まず1個目がですね、この社長の仕事は何かっていうのを理解している。皆さん何か分かりますか？社長の仕事は何ですか？はい、もうこれ見たときにすぐに即答できないとね、ダメですね。これ何かっていうと、社長の仕事は9割マーケティング活動であるという話なんですね。社長の仕事はマーケティングであるということなんですね。で、これは何かっていうと、まあ、もちろんね、経営者とかでもですね、まあ、もちろんスタッフの育成とかマネジメントとかで、まあ、実務とかいろいろあるとは思うんですけど、本当はね、まあ、本当はですね、社長っていうのはもう会社の業績、売上に直結するような戦略を考えたりとか、集客媒体を構築していったりとか、マーケティングの立案ですね、戦略の立案、これが社長の仕事なわけですよね。で、別にそういう事務作業とか実務とかマネジメントで別に社長のあなたじゃなくてもできるねっていう話なわけですよ。なので、会社としてもやっぱり社長がこういうマーケティングとか集客の立案っていうところに全面的に時間を割けるような状態を作ってないと、その会社っていうのはもう倒産廃業、もしくはもう長続きはしないと、まあ、言っても過言ではないぐらい会社大きくならないんですよね。まあ、売り上げも大きくならないと。なので、まあ、個人事業主もそうだし、まあ、一人社長ですからね、一人社長の方とかも経営者の方もぜひね、この自分の仕事の9割はマーケティング集客に割くべきであるというのをね、ぜひ実感してほしいと思います。まあ、実際最近ビジネス系 YouTuber で経営者の方とかも増えてきましたけど、彼らたちもやっぱりですね、YouTube にはかなりの時間をやっぱ割いてるわけですよね。まあ、それはなぜかというと、やっぱり社長の仕事っていうのは、これが今動画マーケティングって言ったりもしますけども、マーケティングであると。まあ、いうのを理解しているからこそ、そういうビジネス系 YouTuber の人たちもどんどん YouTube に参入して、自分の時間をもう半分以上かな、もう6割7割 YouTube に投入しているっていう人もいるんですけど、 YouTube は全てではないですけどね、まあ、SNS マーケティングとかもそうだし、情報発信とか、まあ、こういったマーケティングにしっかりと社長自身が自ら表に出て時間を割いている、こういうことがちゃんとできている会社ってやっぱ伸びていくかなと今後思いますね。で、やっぱりマーケティングことが最も成果に直結する仕事であると、まあ、いうことです。まあ、これはね、皆さん色はないと思いますね。例えばウェブ広告のマーケティングであったりとか、SNS の広告とかもそうだし、 SNS を使った集客とかもそうなんですけども、そこからちゃんと適正にね、利益が取れているのか、売上が上がっているのか、こういったところをちゃんと見て改善をして、そしてちょっとでも異常値が見られたら、そこすでに改善をしていくと、まあ、いうですね、こういうマーケティングっていうのにですね、しっかりと時間を割ける状態を作っておくっていうのが、やっぱ健全なですね、経営、そして会社にキャッシュが残る経営をしていく上ではすごい重要になってくるというふうに思います。で、二つ目はですね、売上ではなく利益を常に意識しているかっていう話で、まあ、これ当たり前の話なんですけども、よくね、みんな会社の規模とか、まあ、個人事業主の人とかでもですね、フリーランスでも、売上その人を評価する人結構多いんですよね。でもね、例えばですけど、じゃあ年収とか、今回ちょっと分かりやすく年収にしますけども、年収1億稼いで2億使う人、方や年収200万だけど100万以内で生活する人、これどっちがお金持ちだと思います？もう言うまでもなく、B さんの方がお金持ちなわけですね。年収1億稼いでる人よりも年収200万の人の方がお金持ちって話なわけですよ。まあ、世の中にね、結構年収1億もらってたとしても、役員報酬もらってても、全然貯金ないみたいな人もいたりするわけですけども、それよりは別に年収200万でも100万以内で生活する人の方がお金あるわけですね。で、さらに言えば、例えばこれ会社でもそうです。事業で年商10億ありますみたいな。まあ、でもやっぱり利益率的な関係で、ね、飲食店とかだったら、それで最終的にもう税引き後で消費税取られて、法人税払って最後に残るのが2、3000万しかないとか、これよくあると思うんですけども、結局、いかに利益を残すのかっていうのがすごい重要なわけですよ。例えばね、じゃあ3億円っていう資金を作るってなった時に、まあ、大体、まあ、営業利益率で言えば 30% って結構いいと思いますけど、例えば10億稼いで、まあ、キャッシュで
2億残りましたっていう人と、7億売り上げを上げて2億残りました。これどっちが優秀かって言ったら、年商10億の人の方がすごそうっていうふうには見えるんだけども、年商10億で利益が1億とか2億の人と比べたら、年商7億でも2億以上利益残せる人が、まあ優秀なわけですので、会社もやっぱり資金としてもキャッシュフローも安定してるし、ある程度キャッシュもある。で、もちろんそれだけ利益があれば、もちろん借り入れっていうのもすごいしやすくなるわけですね、銀行からの。だからさらにどんどんお金持ちになっていくっていう話なんですけども、結論何が言いたいかというと、売上を追いかけるのではなくて、実は利益を追いかける。いくら利益を欲しいから、今期はこれぐらいの売上を作ろうっていう思考で、マーケティング戦略を考えていくっていうのが僕がお伝えしたかったことですね。なので、まあもちろん売上でいくらいくっていうのはすごい大事なんだけど、その背後ではもちろん広告費とか家賃とか生活費とか固定費とかいろいろかかる部分ってあると思うんですね。そう全部さっぴいてもちゃんといくら利益残るねんと。まあ、この利益をちゃんと残す。例えば現金でいくら欲しい。皆さんは資金を作るために、お金を稼ぐためにビジネスしてるんですよね。起業してるわけじゃないですか。別にお金なんていらないよっていう人は多分企業、株式会社とかとして法人化してあったりとか、個人事業主でビジネスってしてないと思うんですよね。じゃあキャッシュを残すために何が重要か。まずは利益。今期いくらキャッシュ残したい。それを決めるんですよ。そうしないと適正な売上っていうのは定まらないですよね。っていうことになります。逆にいくら売上を市場主義で売上を追いかけていったとしても、逆に1億稼いで営業利益がマイナス1000万でしたって言ったら、それはもう赤字ですよって話になりますので、ちゃんと利益を元にして利益をまず決めてから売上を決めていくっていうプロセスでね、考えていくとすごいうまくいくんじゃないかなというふうに思います。まあ、少なくともこっちの会社にお金は残りますと。で、次にですね、まあ、B さんの方が、ま、さっきの話したお金持ちですよってことなんで、まあ、利益はま、これすっごい簡単に言います。まあ、もちろんですね、当期純利益とか営業利益とか経営上収益とかいろいろな言葉ありますけども、まあ、とにかくですね、この動画で言いたいのは、もうとにかく利益っていうのは売上から、もう経費を差し引いたものが利益になるよ。で、そうなった時に固定費はいくらかかってるのかなとか、変動費はいくらかかってるのかなとか、まあ、広告費とは結構その月にって変動したりもしますけども、どれぐらいの費用かかってるのかっていうのを常に把握しておきながら、今期はいくら目標。で、そこから逆算して、じゃあ単月ごとに見たときに今月はいくら利益を残そう。そのために今月はこれぐらい売上作ろうっていう思考でぜひこの公式をもとにして、この公式をもとにしてですね、毎月この計算っていうのね、もう概算でもいいんですけども、やる癖をすごいつけていただくっていうのがね、まあ、すごいキャッシュが残るような経営していく上ではすごい重要になってくるかなというふうに思います。で、三つ目はですね、この仮説と検証力を磨けっていう話で、まあビジネスをしていくときにですね、絶対に不況ってくるんですよ。不況。まあどうしても商品が売れない。こんだけ頑張ってるのにどうしても商品売れない。あるんですよ。でもそういったときに、結局不況とか一番辛いときにどういうふうにしてその現状を突破できるのか。これがやっぱり社長の腕の見せ所なわけですよね。ってなった時に、結局不況に強い状態っていうのを僕は事前に作っておくべきだと思うんですよ。まあもちろんね、まあコロナで不況でってどうしても潰れちゃったとか、まあ当然業種によってはね、しょうがない部分はあるとは思うんだけども、事前に不況に強い状態を作っている業種っていうのはコロナであったとしても、まあ持ちこたえてるわけですよ。店舗とか飲食系でもね。っていう話で、じゃあ不況に強い状態を事前に作っておくためにはどうすればいいのかっていうと、まあ以前のね、過去のこれはデータです。まあちょっとでもうまくいかなかったりとか売上がやっぱ落ちてきたらすぐにですね、早急に原因の洗い出しと、それに加えた具体的な再現性の高い改善案を考えると。これはもう頭がちぎれるぐらい頭を使ってですね、なぜ売れていないのか、その原因を分析する。まあお客さんにアンケートを取る、DM を送って、アンケートを取るとかもそうです。お客さんのお声をヒアリングするとかもそうだし、なぜ売れないのか同業者をリサーチしてみるとか、そういうのをやりながら、じゃあもっとこういう、ここがいけないんじゃないかとかね、まあ、LINE の配信に原因があるんじゃないかとか、まあ、リストがなかなか集まってないんじゃないかとか、まあ、見込みのお客様の質が悪くなってるんじゃないかとか、まあ、そういう仮説を立てて、ここをじゃあちょっと改善していこうか、じゃあちょっと広告はこういう感じで出していこうかとか、SNS 発信はこういうふうに切り替えていこうかっていう感じで、どん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 改善をしていく。こういうですね、スピード感というのがすごい重要です。だから、まあ、うちとかも結構そうなんですけども、圧倒的にうちの場合は2年間で、まあ、4億以上という売り上げを、ね、ガッと上げて、まあ、一気に収益を伸ばした会社ではありますけども、なぜこれだけの期間でね、多くの人は5年、6年かかって到達するところを1年、2年で突破できているのかっていうのは、とにかくスピードなんですよね。スピード。で、重要になってくるのがですね、僕らはこれもいつもね、経営戦略を考えるときに大事にしてるのが、この誤投が続くなら新規一点の発想もなんですよね。まあもちろん、今までと、ずっとこのお客さんは例えば30代、40代の方向けに健康食品売ってた、ダイエットの商品売ってたとかいろいろな方いると思うんですけども、で、なかなかですね、ターゲットをいきなり変えるとか、価格をいきなり変えると結構やっぱり勇気いることなんですよね。でも、どうしてもいろいろね、仮説を立てて検証しても、なかなか売上が上がらないっていう場合は、場合によってはもうターゲットがそもそももう、
枯渇しちゃってると、まあ、そういう可能性もありますので、いきなりもうターゲットをガッと変えるとかね、もう客層を一気に変えるとか、商品の内容を一気に変えるとか、価格をちょっと上げてみるとかっていう形でターゲティングもポジショニングからもちょっとやり直していくっていう、そういった判断っていうのも時には重要になりますよっていうことなんですよね。なので、まあ、結論何が言いたいかっていうと、まあ、誤動が続くなら新規っていうのは新しい手もやっぱり打たないといけないし、だから本当にやばくなる前からちょっとでも売れない兆しが見えたら先手を打って今のうちから集客基盤を構築しておく必要がありますよね。だからこそしっかりとオンラインを使って SNS の集客の基盤を整えていきながら、まあ、現状とその、まあ、現状ちゃんと売上がどうなってるのか、今年も安定的に利益がちゃんと今月も出てるのかっていうのを見ながら、ちょっとでも悪い兆しが出てきたら即改善、これをすでにする癖、サイクルっていうのをね、ぜひつけていただくっていうのが、まあ、すごいね、重要かなと思います。やはりですね、経営っていうのはやっぱり泥臭いと、まあ社長の仕事はマーケティングって言いますけど、マーケティングやっぱ泥臭いので、まあ、こういったところのポイントっていうのをいかに愚直にね、継続できるかっていうのがですね、まあ、最終的に会社にキャッシュが残るお金持ち社長になるですね、人の特徴としてありますので、まあ、ぜひですね、今日お伝えさせていただいたこの3つのポイントをね、活用して、ぜひご自身のビジネス、そして、経営にですね、活かしていただければなというふうに思います。今度が少しでもね、勉強になったよという方は、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録ぜひ、ね、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。